1992年、世界で初めて体脂肪計を発売して以来、タニタのプロフェッショナル体組成計は、世界中の医療分野や研究施設で多くの専門家たちに選ばれ続けてきました。タニタの次世代の体組成計、インナースキャンデュアルは、ご家庭の体組成計に医療分野で主流となる高周波と低周波の2つの周波数、デュアル周波数の測定を取り入れました。これにより、プロフェッショナル体組成計に近い高精度の測定がご家庭でも可能になります。そして体は量から質のチェックへ。若い頃から体型は変わらないのに、いざ走ろうと思っても思うように走れない、そんな経験はないでしょうか。それは加齢や運動不足によって筋肉の状態が変化しているからかもしれません。タニタはそれを筋肉の質と定義し、筋質と名付けました。筋肉は筋繊維とそれを取り巻く組織の集合体です。運動習慣のない人の筋肉はこの筋繊維が細くなり、逆に運動習慣のある人はこの筋繊維が密に存在します。そこでタニタは体を細胞レベルで分析できるインナースキャンデュアルのデュアル周波数測定によって、世界で初めてこの筋質のチェックを実現しました。筋力には筋肉量と筋質が関係しています。筋質は筋肉量よりも敏感に変化する傾向があり、女性や高齢者でも運動の効果が分かりやすく、運動のモチベーションアップにつながります。いつまでも体を動かしたい、ご自身を若く保ちたい、世界初筋質チェックが可能なインナースキャンデュアルはその思いを実現します。